確かに。なんか来たよ。あ、来た？申請来た？うん。来たよ。あれ？ゴーさん、ゴーさん、ゴーさん、ゴーさんが来たよみんな。おめでとう。ゴーさんひげ生えてないですか？ひげ生えてる。ゴーさんひげ生えてる。今止まってるねまだ。すごーい。ゴーさん動けてない。あ、動いてる。ゴーさんってひげ生えるんだ。こんにちは。ゴーさんひげって生えるんですね。ひげ生えるんだ。お久しぶりです。どうもどうも。は初めてズームです。わあ、おめでとうございます。できましたね。上村です。できました。すごい。あ、ちょっとパソコンの音を消します。あ、ぜひお願いします。ちょっと合算感がな。合算感が。合算感ないな。うん、ないね。ひげの合算なんて超レアですよ、今みんな。すごい。これ実食あげたらどうせ取っちゃう。ただ今、ちょっと信じられない顔で止まっちゃったから。わあ、ひげ生えてると全然みんなすごい喜んでくれてよかった。これちゃんと映ってます。映ってますけど、うん、ゴーさん止まってますよまだ。あ、でもか、ちょいちょい動いてます。ちょいちょい動きましたね。はい。Wi-Fi 弱い説ですね。はい、弱いですね。うんうんうん、それですね。ただ一応カクカクしてますけど、声はちゃんと聞こえてますよ、ゴーさん。あ、じゃあよかったです。ちょっとパソコン、うん、iPhone でます。そうです。これこそ僕なんかよりも全然サプライズです。あ、なんか遠くなったけどすごい聞こえるような。じゃあこっからはじゃあゴーさんも一緒に最高位戦クイズに挑戦してください。イエイイエイ。お願いします。お願いします。ゴーさんね、意外によく知ってること多いんで。え、音聞こえてません？あ、聞こえました。置く場所が悪いのかも。うん。すごい、まさか小林豪さんが出てくれるなんてすごいね。ねえ、すごいね。なんか、つけひげみたいに見えるんだよな、ね。本物ですよ。なんでつけひげつけたいなんだ、それ。お札になりそうな。それ多分この時間にね、ゴーさんが来ることを知ってたらもっと来てただろうけど、多分知らないんで。そうだ、ゴーさんつぶやいてください。出てますって。コメントにあきらさんが。今、携帯使ってんだもんね。あ、本当だ。コメントにあきらさんが。うん、すごい。本当だ。わけつさん、お久しぶりです。ここからちょっとゴーさんにも挑戦していただいて。あ、ゴーさん、よろしくお願いします。さやチャンネルのイーソーくんと申します。あ、なんか似たような名前を聞いたことありますね。似たような名前聞いたことあるね、確かに。恐縮です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。最高クイズ、自分の方ができそうな気がしたんで。加わろうと思って。さすがです。もっと最高位戦ですからね。腕が鳴る、そうなると。それ言われちゃうと、ちょっと出す側も腕が鳴りますね。さっきとか一瞬で分かったんで。キクリンすぐ当ててたから。キクリンって何来てた？すごい！いや、さすがなんだけど。で、ここからは、まあ、人もそうですけど、ちょっと思考、せっかくなんで、ゴーさん来たんで思考を変えてみたいと思います。はい。はい。ここからは、まあ、最高位戦の人間は知った当たり前です。歴代最高位いますね、色の歴代最高位いますね。はい、今から第何期と言いますので、それを4人で協力して当てていただければと思います。もちろん調べちゃいますし、コメントを見ないでくださいね。コメント見ないで。むずいよ。むずいな。昔のやつは郷さんが分かるでしょ？分かると思います、さすがに。自分の得意だと思うんでって来てくれたんでね。22期より前なら大体。すごい、大体半分はいける。あ、でもちょっと22期までいってみましょう。じゃあ22期いきますか。22期は五十嵐さんです。ファイナルアンサーでいいですか、ゴーさん。22、あ、嘘です。22は岩川さんですね。正解。すごい誰だか分かんないぜ。まずね、まずそうだぜ。岩川っていうなんか190センチ130キロみたいなスマホで。そうなんですね。すごい。じゃあここからはやっぱみんなも知ってる人で来ると思いますので頑張ってください。28期最高位は、はい、うん、はい、はい、はい、のシステムじゃないや。だいたい、はい、飯田さん、1人1回
お、すごい正解。よく分かったね。大体飯田さん正解。大体飯田さん。飯田さんって言っとけばどっかで当たるかなと思って。3分の1だよ。じゃあその次の年は第29期は誰でしょう。これは佐藤のは知らないかもしれない。じゃあ飯田さんじゃないの。今最高生の人じゃないんだ。徳根さん。あ、29期は分かんないですね、郷さん。なるほどなるほど。あ、尾崎か。正解です。分かんなかったー。最後尾崎さん知ってる？尾崎さん知ってる。尾崎さん普通に仲良かったというか、そんな。へえ。めちゃめちゃ強いという。伝説の人よね。最年少、最高位？どうよ。聞いたことある気がしてきました。じゃあ次女流最高位ね。はい。はい。第12期かやもかやもりさやか。ブーブーブー違う違う違う。第12期女流最高位は。私の次の年、私の次の年誰だ。あやさんだ。あやちゃん。大平さん。あやちゃんが先か。あやちゃんのが先だっけ。ってことは。どっちのあや。違う。ここで戻せばいいんだ。答えを絞ってもらっていいですか。なんか今19期で。落ち着いて。みんな落ち着いて。私の次の年だから、うん、私誰に負けた？サイカは絶対決定戦にいるってことでしょ。だって言います。つまり言います。マナマナタンさん、ミホさん。あ、じゃあマナちゃんじゃない。あれ、また大平さん連覇あるんですか。西島さん連覇。いや、マナすごい、マナすごい詰まってたもんって。すごい。そうよね、圧勝した、ね、正解。じゃあここからはやっぱり郷さんも加わったということで4人参加型でいきたいと思います。今クラシックは14期までいます。つまり歴代クラシック優勝者は14名います。今から一番最新から後ろに遡って1人ずつ答えててください。これは難しいぞ、うん、なので順番は皆様で決めて、今第14期の人は誰、次の人は第13期を答えていくということですね。それみんなで相談していいですか。違います。一人ずつです。ごめんなさい、私全く分かりません。難しいな。めちゃめちゃむずいな。じゃあさやかは、私はちょっとパズルやってて。ちょっとパズルやってて。パズルやります。ここはやっぱゲストに来ていただいた郷さんがいるので、郷さんがね、協力してくれそうなやつね。最初はで今の現クラシックはサトナが言った方がいいね、うん、第14期をサトナ、はい、第13期分かるのはアサミ、どっち、アサミとゴーさんはどっちか分かります。ちょっと待って、うん、私でも MC やってる可能性あるからな、うん、第13期は分かる。だから要は14期と13期が分かったら自然に次もう一個前も多分出てくるはずなんだよね。そうね。ワクチさんありがとうございます、コメント。でもちょっと怪しい。13分かるような気もする。ゴーさんに任せますよ、順番は。これはね、ぜひこれ全部当てたらすごいわ、嬉しい。俺 100万ドルの笑顔見せるね、そしたら全部当てたら。直哉に笑顔もらってもな。ゴーさん、ちなみに1期とか分かります？1は分かる、初サイトで。なるほど、1が分かるなら最後の方まで行けばいけるんじゃないかな、うん、これもしかしたら。1からいけるかな。いや、1からはいけないと思います。1からは多分ね、郷さんしかできないんで、ここは無難に第14期から行った方がいいと思います。じゃあ行ってみますか、とりあえず。あの、コメントに答え書いてくれてる方いらっしゃるので、答えは見ないように、コメントは見ないようにお願いします。はい。まず、第14期、里野さんお願いします。森本くん。本名でお願いします。フルネームで。フルネーム？やばい、つまずくな、これ。あれですよ、最高位のテストの問題に出てきますよ。漢字で書けて出てきちゃいますよ。森本俊。俊。お、俊まで言ったら1個しかなくねえか、名前多分。すけ。正解。いやー、危ない。漢字でなんとなく。続きまして、第13期を小林剛さんお願いします。長谷川来希。さすがです。そうだ、さすがです。そうだ、そうだ。さすがですね、郷さんは。すごい、郷さんすごいな。すごい。では、第14期。
あさみさん第12期です。いやちょっと待って、もうちょっとここからはヒントも入れてってあげましょう。ヒントも入れてってあげましょう。クラシックってディフェンディングよね。そうです。第12期のヒントは、うん、あのヒントを言ったら最高位戦のパーティーですね。あなたは最高位戦のパーティーで何してましたか？お酒飲んでます。司会してます。あ、司会そうだ、2人で司会してるんだ。パーティーの司会やってます。司会やってますね。司会してる、うん、この方のスピーチは面白かったですね。非常に面白いスピーチですね。あ、私わかりました。ライキが勝った時今のわかりましたよね。これあのこれは当てられるんじゃないか。否定してったやつね、何かを。そうそうそう。あ、思い出した、思い出しました。はい、堀慎吾。ピンポーン。さあ堀慎吾さん当たりました。続いて第11期です。もうやばい、これがね、ちょっと難しいけど、これわかる？ちなみにわかる人います？第11期。ここからはなんかわかる人制でもいいですよ。なんかこれ全員達成してほしい。いやこれあれ、飯沼さんとかこの辺な気がするんだよね。あー、もっと前？ズンタン挟む？その一回ズンタン挟む？挟まなかった気がするな。ゴーさん止まってね、多分。あれ、あ、ようやく進みました。あれ、はい、いなんだっけ、飯沼さん、長谷川さんの前は結局誰だったかね。堀慎吾です。堀慎吾。あ、堀慎吾。あ、じゃあ、うん、堀慎吾の1個前ですね、次は。で、ここからはあのみんなで練習、あれでいいですよ。相談。みんなで相談して OK です。うん、これね、全部郷さんがいるなら当てられる気がする。もしかしたら頑張れば。だって郷さんも毎年パーティーいるしな。うん。うん、でも飯沼さんのような気はするけど。ね、なんかそろそろ登場しますよね、うん、犬間さんって。でも全然自信はない。なんかもっと最近だったような気がしてました。犬間さんが、うん、行ってきますか、正解じゃあ。それで犬間さんでいいですか。あと誰だ、選択肢。村上の2回目がその辺にあるかもっていうことですね。うん、そうそうそう。ずんたんを挟むか、うん、めちゃめちゃちゃんとやってくれてるじゃん、郷さん。でも堀慎吾が決勝の時にずんたんっていない気がするから。なるほど、メンツに。堀慎吾の決勝、あれクラシックってディフェンディング決勝シードだっけ。ベスト12とか16とかじゃなかったっけ。どうだろう。そうかい。いや知らない。そうだったかい。どう、そこがね。クラシックは確かにディフェンディングはベスト16からっすね。そうか。じゃあ、この理論は崩壊したわ。もうじゃあ、飯沼さんにしません？うん。進まないし。うん。ファイナルアンサー？はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーで。正解。おいいですよ。いいペースで進んでますよ。ってことは？で、第10期は、じゃあこれもヒントを与えましょう。まだ、このクラシックの話の中に出てきてないです、名前は。あなたたちは名前を出してません。中見さんじゃない。木原さんとかカズマとかどうだったっけ。木原さんもちょっと前な気がするな。ちょっと前か。気がするぐらいですけど。あれ、清正って取ったっけ。早森さん、清正竜王しか取ってないと思う。早森さん、今ちょっとクイズがちょっと分かんないので、パズルに集中してもらって、また後でクイズに参加すると思うんで、今集中してるところです、早森さん。あれ、森本君、堀さん。長谷川来希、堀慎吾、飯沼さん、はい、誰々。まあ、ただ、さすが小林豪様って感じでしたね、今の話を聞いてると。なんか、正解言った？でもまだ、おそらくこの人のね、タイトルは、これが2個目なんじゃないかな、だったんじゃないかな。この G1 タイトルを取ったのは、これが2個目だった記憶があるな。2個目か3個目だけど、多分確かに2個目だったな。じゃあ、カズマだ。あ、カズマだね。うん、マスターズ。カズマだね。じゃあ、多分3個目でマスターズとか多いとか取るのか。カズマだね。石井カズマっぽいです。うん。うん、正解。そして第9期ですね。
これでそろそろズンタン来るんじゃないですか。まだ早い？村上まだ早い？6、7。ちょっと待ってください。私が多分最高位戦に入って8年目なんですよ。うんうん、クラシックになってるのを見たことがあるのが、そのカズマさんと飯沼さんと堀さんと長谷川大輝くんと森本くんで、村上さんとクラシックになったことある人を見たことあるの誰だろう。なるほど、見たことある。なるほどね。見たことあるの。クラシックなとこ見たことある。あれ、松ヶ瀬さんってクラシックじゃなかったでしたっけ。松ヶ瀬さんクラシックだったわ。あそこら辺クラシックだった。あ、多分私が入ってからなってるんで、うん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 、8年以内になってるんですよ。はいはいはい。今何年目まで遡った？ 6?森本俊介、長谷川来輝、堀慎吾、飯沼正義、石井一馬、まだ5年目までしか遡ってないですよ。全然だ。全然ダメだ。あともう一人いるな。松ヶ瀬が遠いぜ。遠いな。村上さんは取ってるんだよな。そうで、村上さんがこの辺、うん、村上さんのなんか全然メンタンピンドラみたいなやつリーチして6セオールにして優勝した時、よく覚えてますね。村上さんが優勝したスッチーソーですね。スッチーソーで優勝したやつですね。覚えてます。もういいじゃん、ダマでみたいなとこさ、6000オールにしたとき、私はキングダムで働いてて、仕事中に見てたから、もうその頃なのよね。うん、ちなみに確かこのタイトル取ったとき、僕実況だった気がしますね。初実況、クラシックの決勝の実況でしたね。すげえ、大変だったね。村上って最高位と同時に取ってるよね、それ。おお。なんか3冠を、4冠か。村上イヤーの時、うんうんうん、2回目の三冠王だった時で、その最高位が何期だったのかな。35、39。コメントの皆さんね、本当にね、郷さん、あんまりこういうこと出ないんで分かんないと思うんですけど、めちゃくちゃ麻雀業界のこと詳しいです、ちなみに。なので、こういうの超向いてびっくりしてます。まあ、よく郷さんとこの会話とかするんですけど、よく覚えてるし、よくこういうのを当てるんですけど、しかも意外に真面目にやってくれるんですよ。真面目にやってます。ありがとうございます。おかげさまで似顔絵がはかどるぜ。村上じゃ言っときます。うーん、村上さんでいいのかな。郷さんがな、郷さん OK が出ないといけない。確かに郷さんの OK 待ちましょう。わかんないます。じゃあ OK、 じゃあここは村上純です。ここはまあ村上純みんな出せてたんでよくできました。村上純です。あ、よかった、やったぜ。お、当たったぜ。これが第9期ですね。そして第8期です。これ9期、今日に名前は出てます。今日いろいろみんな言ってた中で名前は出てました。松ヶ瀬さんまだなんだよね。あ、木原さん、木原さんここか。うん、木原さん私見てるな。木原さんがクラシック撮ったの。クラシックなとこ。クラシックなところ。その日本語なんなの、そのクラシックなところ。木原さんクラシックなところで見てるな。見てる。すごいなんか。それって放送だった？放送対局だったかな。私が見た時ですか？うん、木原さん。でもリアルタイムじゃなかったか。放送じゃないわ。うん、あ、そっか。私が、ね、第8期はおそらく放送ではありません、ね。うん。松ヶ瀬も放送じゃなかったぐらいだと思う。うんうんうん。そうです。松ヶ瀬さんのクラシックは放送ではありませんでした。神楽坂バカンスの方で。あの時はまだ高橋さんもいらっしゃいましたね。決勝に。あ、ヒントを出してしまった。お？でも高橋さんが何年前って正確に覚えてないな。ただ今、郷さんは素晴らしいヒントを言ってましたけど、放送ではなかったはずです。おそらく木原さんの時は。うん、うん、そうだった。松ヶ瀬さんは確実に放送ではありません。うん、っていうことは放送されてるもう一人がいるかもしれない。あれ言っちゃったな。なるほど。ギリギリあの人放送だったよって人がいるんだ。いや、いないですね。いや、もう放送じゃなかったってことかな。放送じゃないです、もう。じゃあもうそれで松ヶ瀬木原のどっちかってことですよね。そうです。私が変なおじさんです。そうですって言っちゃった。あたすが。この並び順が違うってことですよね。あ、並び順、そうなんです。放送がね、まだね、なってなかった時もありましたね。私は木原さんの方が古い気がするんですよ。どうです？みんな相談してるけど、コメントの方とおしゃべりしてるんで。
松風さんの方が後な気がなんとなくするんですけど、パズルカメラついてます。多分かやもりさんがつけてくれました。ありがとうございます。どうなんです？そう、郷さんの教育がめちゃくちゃすごいです。いや、単純に活動時期が松ヶ瀬の方が新しい気がして。うん、あ、まあそうですよね。うんうんうん、どういうことですか？第8期が松ヶ瀬さんってことでいいですか？それとも第7期が松ヶ瀬さんですか？いや、8が松ヶ瀬。うんうんうん、いやー、どっちだろう。ブー正解は木原さんが先で松ヶ瀬さんでした。あー、ごめんなさい、私がミスリードしました。木原さんの中、木原が8、松ヶ瀬が7。そうです。そっから6人、郷さんちなみに1人で行けます？1から。そしたら正解にしましょう、この最高位戦クイズ。え、それすごい難しい。郷さん、郷さんお願いします。いや難しいな。1が立川ひろし、これは分かる。さすがです、さすが多分一生かかっても出なかった2人は多分うん、日本橋対局室で生で見てました。すごい日本橋行ったことないもんな、そこの対局室。そう、立川さんならなんなの、会ったことないもん、多分俺も。うん、会ったことない、私も。すごい。次が2期。2が飯田さんかな、あれ。さすがです、会ってます。すごい、なんなん。あとは差し黒だけです。3、あと3、4、5、6だけ。ね、順番わからないんだよな。じゃあ4人一応言ってみてください。3人、4人、4人。4人一応言ってみてください、その4人を。うん。まさし、下で、村上、もう一人だと思うんだよね。あ、そうだ、まさしも取ってるわ。うん。私、まさし、もう一人むずいね、確かに。そう、3が。もう一人を、もう一人。当てるのが難しいね。郷さん、最高位戦何年いたんですか？2年ぐらい。あ、2年ぐらいだそうです。2年しかいなかったんだね。まあ、実際には1年とちょっとでね、日程が重なったりして途中したり。確かに、うん、すごいな、それでそんな詳しいの、やばいな。いや、村上の時は決勝にいたんで、私。あ、戦ってたの？ええ。あら、そういったことは村上さんには分かるってことですか？村上の時は下手の後だと思うんだよね。下手の後、うん、違いますね。あれ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 、間いますね。あ、その下手の次かどうか分かんないけど、下手が先に取って。あ、そうです、下手さんが先ですね。うん、その間に一人いますね。間に一人、あれどうだっけな間に一人だったらいけるじゃないですか。さっき3人出してた人の一人っす。あ、下手の後がまさしってこと？そうそうそう、下手さん、まさしさん、村上さんで、あと一人。うん。あと一人です。6期、第6期。うん、これはね、さやかですら知ってます。え？私、考えたら出そうな気がしてくるの。人が知ってる。出ますよ。人は知ってます。私は知ってる。ああ、いい質問です。あと一人の所属団体ってどこですか？さやかが知ってるってことは最高位戦です。うん、あれ、誠一さんじゃなくて。今何て言いました？ 20 期生ですね。あ、正解です。多分当たりますね、これだと。当たりました。さあ、じゃあ小林剛さん、正解をどうぞ。宇野康介。ピンポンです。宇野さんだわ。宇野さんだわ。それは宇野さんだわ。宇野さんだわ。クリア。クリア、おめでとうございます。だいぶ。どうせだったら、竜王戦もやっていく？長くない、竜王戦。めっちゃ長いわ。長そう。何期やってんのよ、あれ。あ、でも意外にこれ19期まで難しいね。お。番わかんねえな。うん。竜王戦。竜王戦はちょっと難しいんで。これ持ってきます。せっかくなんで、やっぱ。かやもりさんいらっしゃるんで、思い切って女流最高位1期から言ってみます？これは簡単だわ。お、言っちゃったね。え？1期から19期までいける全員。え？いけんじゃないかな。ちょっと待って。なんか音が
ゴーさん、すごい音が飛び始めてますね。ここに来てゴーさん、すごい音が飛び始めてますね。あ、そう、イヤホンさすと結構聞きやすいです。喋、うん、りやすいし。はい、全然ない。言ってほしい。スマホでも一緒。一緒です。スマホでも一緒です。ちょっとつけて。そういうの喋りやすいし、声もそんなに大きくならないし、マイクついてるんで。さやか、今何書いてんの？うん、1から19まで。やべ、超かっけえじゃん。それもう全部書けたらすごいよ。うん。書けるんだ、そんな。さささで。いや、連覇が多いから。ああ、確かに、連覇多い。確かにね、連覇。ちょっと待って、一人出てこないの。嘘でしょ？え、そんな覚えてんの？すごいすごい。一人誰だろう、ちょっと待って。あたし？あたす？取ってね、取ってね、取ってね、取ってね。あたす取ってね。惜しくも取ってね。ジュリュー最高ですか？いや、そう、今、さやかさんがじゃあ、考えてる間にせっかくなんで、ゴーさんに質問コーナーを設けさせていただきます。イェイイェイ、僕の独断と偏見で質問は取らせていただいて、ゴーさんに触れたいと思いますので、何かあれば。NG なしなんで。え、そうなの？あ、違いました。ありましたね。郷さんはお酒飲むんですか？いや、飲みませんね。あ、僕は飲みませんね。郷、はい、さんはですね、唯一僕たまにご飯とか一緒に行かせていただくんですけど、僕と郷さんはいつも外ドリンクなんで、僕は郷さんの横にいることもたびたびあります。こつるさん、ナイスパー。郷さん、まだ私のこと覚えててくれてますか？鶴市内にもぜひ遊びに来てください。お願いします、郷さん。お時間あったら。やばい、音が飛んであんまり聞こえなかった。するしないように来てくださいだけ聞きました。コツルさんが覚えてますかと言ってますね。多分覚えてます。絵描いてる人ですね。そうです、そうです、うん、あ、ゴーさん自炊してますか？何作りましたか？いや、全然しませんね。だいたい買ってきたものを温めたりしてます。なるほどなるほど。好きなスイーツは何ですか？好きなスイーツはクリームっぽいものは大体食べます。おー、聞こえなくなった。聞こえてますよ、僕たちは。あ、聞こえた聞こえた聞こえた。好きな朝食は何ですか？好きな朝食、あんまり朝食という概念がなくて、あんまり朝食は食べません。適当な時に適当なものを食べます。そうなんですね。なるほどなるほど。今、茅森さんが1000ピースを24時間中にやってるんですよ。24時間1000ピースできるかって言って、実際画面にちょっと映ってると思うんですけど、今ここまでいけてるんですけど、うん、実際1000ピースいけると思いますかって質問来てます。え、パズルをやってるの？そう、パズルを24時間の間に全部1000ピースできるかチャレンジをやってるんですけど、まだ8時から始まったんで、実質7時間ぐらいしか経ってないですね。寝る時間も考えると残りまあ10時間ぐらいですかね、やる時間は、うん、今外側がだいたい埋まった感じなのかな。うん、外側と、あと今ドラえもんやってて、ドラえもんの鈴と今どこでもドアをやってる。1000ピースすごいな。パズルできるのかな。どうなんだろうね。でもある程度まで行ったら急に進むのかなっていう感じはするんですよ。実際ね、多分角だけやってたらどんどんね、うん、スピードは重視、速くなると思うんですけど、その前に、うん、茅森さんが飽きなければいけると思うんですよね。うん、それが結構やばそうだね。なんかもう無理って言いそうな気がするね。それがやばそうですよね。あ、ごさん、Mリーグ前の勝負飯は何ですか？お、いや、覚えてないです。とか、勝負飯っていう概念がないけど、だいたい出されたものを食べます。そういえばそうでした、すいません。さすがです。そういうのじゃなかった。愚問です、愚問、うん、愚問でした。あ、なんか24の下りが結構来てますけど、24見終わりましたか？あ、見終わりましたね。あ、見終わったそうです。うん、結局日、はいはい、何ですか？ U-NEXT でいっぱい見てます。はい。あ、宣伝もしっかり入れてきましたね。うん、ええ、ここで皆さん、U-NEXT で全シーズン見れますので、よろしくお願いします。あ、茅森さんの印象ってどうなんですか？
ゴーさんから見て、うん、それいい質問ですね。印象、なんだろうね。大体皆さんの見たままじゃないですかね。ちなみにゴーさんはですね、女性に対しての質問はね、こうやって返ってきます。基本的に。あ、そうなんですか。あんまりね、あんまり言わないですね。あ、ゴーさん、僕からも質問していいですか。はいはい、ゴーさんが一番仲いい人って誰なんですか。誰だろうな。思いつかない。なんか2人で遊びに行くとかあるんですか、誰かと。いや、ないんじゃないかな。え、あの、なんか前 M リーグ名鑑みたいなのを書いて、はいはい、あのインタビューに答えて、仲いい人2人名前あげる、なんか仲いい人の名前をあげるところがあって、はい、清水英二と畑芳幸って書いたんだけど、2人ともはあの2人とも半年以上連絡してなかった書いたときにすごい同じ団体だから書いたみたいなもんびっくりしてた、うん、そんな感じです、うん、なるほどなるほど。あ、河野さんと小馬郷さんの2人で萩原リーグの思い出を少し語ってください。なるほど、萩原リーグは本当に、あの郷さんはただあれなんです、思い出といったらもう一つだけですね、あの萩原リーグで唯一出た役満は小林郷のスワンコだけです。まさかの小林号しか出してません。ああ、そうだ、そんなのあったね。うん、びっくりしました。できた。同卓してました、しかも。お、できましたか？できた。あ、女流最高位ね。はい。さあ、じゃあ、田山さん、第一期から見せていただきましょう。どうぞ。え、こんな適当に書いたやつ見していいの？読み上げてく？あ、読み上げていこうか。はい、第1期からどうぞ。ようこさん、うん、まやさん、うん、まやさん、うん、まやさん、うん、でも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 、おいいな、おいいな、うん、わたし、うん、まなちゃん、うん、みほちゃん、うん、大平、うん、大平、うん、大平、うん、西島、うん、西島、うん、西島。お見事、素晴らしい。すごい。すごいすごい、これはすごいよ。出た、すごい。出た出た出た。すごい、これ3時20分に言えるのさやかだけだよ。本当だ、いい時間だよ。そんな時間も。うん、やばい。時間。そうそう、寝るわ。あ、そうね。さやか、あ、ねえ、さやか、ホストの移行していく？行った方がいいことあ、でも、一回切らないといけないから。あ、そうか、まずそうですね。ということで、今のでね、ちょうど最高位戦クイズはクリアということで。やったー、はい、あとは、ゴーさんもまだいてくれるなら、ゴーさんと4人でゲームして遊びましょう。遊びましょう。遊びましょう。まあ、ゴーさん次第で。何するんだろう。はい。何しようかね。ちょっとだけ。はい、お願いします。では、どうするんだろう。一旦ということで、最高戦クイズは皆さん正解でした。ありがとうございました。クリア、イエーイ。クリア、イエーイ。ゴーさんもまだいます。いてくれてます。まだいます。あ、できてますね。できてるかな？皆さん、こんにちは。こんばんはか。おはようございますか。なんだ。よくわかんない。こんばんはなのかどうかわかんないですもんね。だって難しすぎて。この時間何なんですかね。皆さん、こんにちは。見てくれてる。一緒に離れます。はーい。はい。先ほどさ、コメントに皆さん見てくれてますね、まだ。コバ号の iPhone ってじわじわ来るってめちゃめちゃ確かにじわじわ来るんだよ。僕もそれ、そのコメント読んで僕もちょっと笑っちゃってたんですよ、一人で。確かにじわじわ来るなと思って。コバ号の iPhone で。まずね、ぜひ、暗くなってますけど、ゴーさんもいますので。皆さん見ててください。はい、もうあとちょっといなくなってしまうかもしれないですけども、この時はまだといらっしゃっているので、戻ってきたら僕もお小水に行かせていただいていいかな？いいと思う。ありがとうございます。いいとも。帰ってきました。あ、ゴーさん帰ってきたよ。みんなゴーさん帰ってきたよ。ゴーさん来ました。いるよ。ゴーさん詐欺じゃないよ。いるよ。ゴーさんはいるよ。そろそろいなくなるけどね。
おおおおおしししえなんだでいなくなっちゃうよみんなそうですよね。あでも230人ぐらいの方が来てくれてますね。この時間に そんなにいるんですね。すごいな。あでもさっきまでは 600人ぐらいいたんですよ。さっきまではこの配信1個目の枠ってこと。そうそう、配信切り替えるまでは600人ぐらい見てくれてました。多分ね、私思うんだけど、前もね、夜中やってるとき、半分寝落ちしてるんだと思ってんだよね。ああ、なるほどね。つけたまんまなんだ。そう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 。結構、ツイッターでちょろちょろ見るの。寝落ちしてました。そう。そっか。寝落ちしてましたって。確かにそれは、でもさ、それでもさ、同時接続を多分叶えようとしてくれてるからかもしれないしね。ああ、それはね、あるかもしれない。ねえ、それ超ありがたいよね。もう俺は寝るけど、つけとくわ、みたいな感じの可能性あるの。ありがたいね。なんかせっかくね、郷さんもうすぐいなくなっちゃうかもしれないんで、僕からじゃあいろいろと質問させていただきますね、郷さんに。郷さん、麻雀がこの人強いなって思う人、はい、3人名前挙げてもらっていいですか、うん、?3 人。M リーガー以外で。M リーガー以外で強い人3人。聞きたい。郷さんが強いと思う人。帰ってきました。強い人を真面目に考え始めて。まあ、皆さんの知らないとこで言うと、押田幸男はやっぱ強いですね。うん、知らないとこ知らないとこじゃないです。ゴーさんも本当言うんですよ。20年間同じようなリーグ戦で同じような大会で続けてて、押田さんの成績にはもう絶対及ばないぐらいの。すごくないですか、ゴーさんにこう言わせるってやっぱすごいですよ、ね。うんうん、まあ、でもおしゃさん本当人柄もいいし、麻雀めちゃくちゃ強いですね、うんうん。めっちゃいい人だよね。でも私ちょっと気になるのが切り方が気になる。気持ち悪いね。気になるね。あれは気になる、気持ち悪い言ってるんで。さすがだね。癖が強いよね。私たちはちょっと先輩なんだよね。癖が強い。うん、でさ切り方がちょっとって言い方してたもん、ね、今ね。うん、なんでああなったのかね。なんか徐々にああなってきたんでね。あ、昔は違ったんですか。昔はただなんか器用な人みたいな感じだったのが、なんか徐々に終わった感じになって。ちなみにさ、押田さんって郷さんのことなんて呼ぶんですか。なんて言ってたかな。なんか押田さんが郷さんのこと呼んでんの聞いたことないんですよね。郷くんだったり小馬郷だったりかな。井出さんは小馬郷って呼ぶじゃないですか。うん。でも、押田さんってなんか、人のことあんま名前で呼んでるの印象がないんですよね。確かに、押田さん、知ってる押田さんのこと。うん。押田幸男。押田さん知ってる？知ってます、知ってます。代表さんなんで、うん、もちろん。代表さんって。ちょいちょい日本語変なんだよな。あ、そうだ。やっぱそこがいいとこだな。押田さんって結構距離を保つというか、うんうん、誰に対しても敬語で接するみたいなところがあるんで、うん、あ、郷さんも敬語なんですか。そうでもないけども、まあまあ丁寧な感じが多いかな、うん、へえ。じゃあまだ一人目は押田さんと、うん、押しちゃんで押、うん、し急に仲いい感じ出してきましたけど麻雀の話はね、お互いよく分かり合えるというか、うん、え、そうなんですか。ゴー君これ泣くとかいう話するんですか。そうそう、そんな感じ。いや、切った牌見てなるほどなみたいなのがお互いある。あ、そうなんですね。うん、麻雀の系統としてはだいぶ似てるんで。あ、ケーキさん、うん、ナイスパー。いっぱい泣いていっぱい上がるタイプね。あ、そうなんですね。ケーキナイスパー、ケーキさん、ケーキさん、ナイスパー。ナイスパー。いや、3人なんで、まず1人目は押田さんと。3人か。久保谷博士強かったなとか言っても誰も知らないし。僕は知ってますけど。まあ今。最高位を取ったことですよね、前も。そうだね。久保谷さんって。準最高位を取ったことがあるぐらいの人。あとはそうだな。最近は竹則さんが非常に強いですね。うん、竹則てるみさんが、竹則さん、竹則さんかなり、あの、兵庫決定戦にも残られててね、うん、
昔はなんか競技的なおとなしい麻雀だったんだけど、まあ天保やるようになってから、なんか本当すごい別人のように変わって。で、まあ良くないとよく降りる。まあ僕と近いっちゃ近いんだけど、竹則さんの方がしっかり降りる。あの、ね、甘えた、なんとなく前に出るが少なくて、なんでそこで止まるんだろうっていうのが、見てて感心するのが竹則さんかな。おー、すごい。よく泣いてよく降りるイメージ全然なかった。そう、昔の竹則さんだと思うんだよ、それ。証券出てみたら、まるで別人でした、確かに。へぇー。うん。変わってるんや。面白い。でもなんか、郷さんの口からやっぱ、次団体を聞けるっていうのも嬉しいよね。うん、うん、うん。嬉しいです。なんか今いっぱいいるじゃないですか。まあ、最高位だったらまさしさんも最高位だし、ジャンオーだったら堀さんって名前も出るだろうし、うん、とかもあるけど、やっぱ次団体、ああ、そうなんだって多分みんな今、あでも必死に調べてるところですよ。他団体だとそうだなぁ。あと一人、難しいなあえて知らない人を選ぼうとしてるけども。あ、いや、堀とか中林とか言ってもみんな知ってるじゃない。そうね。うん、そうっすね。まあ、ドッポさんとかもみんな知ってますね。見てて感心したのは、うん、石井一馬とか、うん、石井一馬、下石、うん、吉田元就とかね、その辺かな。うん、ああ、下石さんいいっすね。うん、下石さんは多分、下石さんと元就さんとかはあんまりね、名前、知らない方もいらっしゃるかもしれないですもんね。うん。森さんと元就さんはプロ麻雀協会、日本プロ麻雀協会の方ですね。うん。もちろんここに方結構知ってる方もいらっしゃると思いますけど、本当にお二人とも強くて。ジャンリュー取られてますよね。元就さんは。元就さんはジャンリュー取られてますね。うん。いい質問来てますね、一個。ゴーさんは自分自身まだまだ麻雀強くなると思いますか？ああ。ちなみにこれは川村さんにも聞いてみましょう。まだまだ強くなりますかっていう質問ね。なんならもう4人全員に聞いてみましょう。ま、せっかくなんで。まずは郷さんからじゃあお願いします。まだ吸収すべき知識はたくさんあると思ってて、ただ脳みそは衰えていくんで、総合力は弱くなっていくかもしれないんで、そことの戦いですね。めちゃめちゃ模範解答されてんじゃん。ね締めにしてくれよ、完璧な回答じゃないよ。確かに。ちょっとミスっちゃったけど。いや次あの皆さんまだ若いんで。はい。はい。と。さやかは自分自身まだまだ麻雀強くなると思いますか？なるでしょう。これ、さやチャンネルの模範回答はこれだから。なるでしょう。はい、3人ともあの同じ答えでしたということで。なるでしょう。なるでしょう。そらそうよ。もう伸びしろしかないんだから。なるぜ。なるだろう。そろそろね、多分郷さんはいなくなってしまうんで、なんか最後にね、これだっていう質問があれば、それを受け取って、郷さんに答えていただいて、本当は最後まで言ってほしいんですけど、もうなんだって3時30分なんで。あと私からし。似顔絵が。激似やん。これは郷さんに答えてほしいな。ありがとうございました。郷さん、誰か分かります？これ。これは小林剛さんじゃないんですか？あ、よかったよかった。今、引っ掛け問題だったんですけどね。今、ひげ生えてるんですけど、こっちひげ生えてなかったんで。そうなんだよね。引っ掛け問題だったけど、さすがですね。いやいや。ちょっと音がたまに聞こえなくてすみません。はい。一個質問というか、一番いいのが来てたので、じゃあこれを言っていただいて、あのお別れしたいと思います。最後 M リーグファイナルへの意気込みを聞きたいです。ちょっとライバルチームいらっしゃると思うんですけど、ライバルチームいない程度、いない程度、いない程度。うん、そうですね。ギリギリ残って、ちょっとうちは辛いというか、優勝確率は一番低い立場ではありますけども、まあ優勝する内容の麻雀を打って、まあ結果はまあまあついてくると思います。そのうち6月か7月にはやるはずなんで。皆さん楽しみにしててください。遅くまでありがとうございました。ゴーさんありがとうございました。ありがとうございました。ゴーさんの最後に面白かったです、
最後に記念写真を撮らせていただいてもいいでしょうか。記念写真、はい、はい、皆さんで何かポーズを。私も写っていいのかな。もちろんです、全員何かポーズ。パイレーツ、パイレーツ、パイレーツポーズだ。そうだ、パイレーツポーズ。そうですか。ありがとうございます。さやか、いい裏切りだけどしちゃう。こっち、こっち、右手ですよね。右手です。あれ、はい、では撮らせていただきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴーさん、ありがとうございました。ゴーさん、ありがとうございました。ゴーさん、帰ってしまうんですが、あの、遅くまで続きますので、本当にゴーさん、今日はありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。おやすみなさい。ちょっと寝ないかもしれない。ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。自力で退出できるかな。よし、これであのゴーさん自力で退出できないから、残してこう、それで。ビデオの停止。あ、ビデオの停止してもいるからね。退出っていう、退出ボタンがあります、どっかに。危なかったですね。今、終わった瞬間に、あ、終わった、終わった、長かったとか言ったら全部聞こえてるところでした。ここでいなくなってるんかい。